今日は、ショッピングモールに来てるので、その様子をブログにして皆さんに見せていきたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、皆さん、ダビです。では早速、昼ご飯食べます。何を食べるんでしょうか、クラシテン。今日は、コケコッコというコケコッコはい、出来上がりました。こういう感じの唐揚げです。どうですか、クリステン。はい、今食べ終わりました。で、もうすぐでまた違うところに行きます。今ね、あかりと、ごめんなさい、クリステンとお母さんは下の、服屋さんに行って、今ダビと弟たちがソファに座ってます。弟たちは動画見てて、ダビは何もしてません。はい、今見終わったところなんですが、間違えました。今買い物終わったところで、ダビのところに戻ります。それでダビと交代して、あかりがとこの子たちと一緒にいて、ダビが買い物をしに行きます。すいません、あかりじゃなくてクリステンでした。間違えましたね。1時間後ここにいます。We ride in paradise, got dollars in your eyes. はい、ダビとアカリは、交代で H&M に来ました。はい、今出たばっかりで、ちょっとあんまり意味なかったんですけどね、来ても払ってそれだけです。 OK、 皆さん、今何をするんですか。アイスを食べるそうですね。はい、はい、こちらがダビノです。これは新しいのですね。ちょっと待ってください。こちらがクリステンのです。クリステンはどれにしましたか。定番ですね、ホッピングシャワー。はい、皆さん、ですね、それで今から自由、わかりますか、自由を探してるんですけれども、ちょっと見つからないので。 One hour later. ということで、今示されたことなんですけど、このイオンでは自由がないです。他のイオンには、ね、ありますけれども、ここではなかったです。OK、 皆さん、では今からまた違う自由に行きます。ここではなかったので、ここにはなかったので。はい、 OK、 皆さん、自由に来ました。自由 OK、 じゃあ入っていきましょう。自由から出て、まあ結構早かったんですけれども、ダビは何も買ってません。お母さんとクリステンはね、クリステン買ったそうです。はい、
で、今ユニクロに来ました。はい、こちらがユニクロです。これはユニクロの、ロゴでは行ってきましょう。はい、何分後でしょうか。3分後ぐらい。もう出てユニクロもあんまりなかったです。あんまりダビにいいものがあんまりそんななかったので、クリスはもうあのままです。はい、皆さん、ということでダビが何を買ったかを見せます。どういう服を買いましたかね。T シャツ2枚買いました。どっちも H&M で買いました。 H&M はダビ結構好きなんですよね。なんかその店に行くとそんなないんですけど、結構ネットの H&M では結構買ったりして、ダビのサイズがあります。まあ、これはこの T シャツは、まあね、ダビのサイズはあったんですけどこういう T シャツです。黒で、Good, Better, Best って書いてあります。後ろにも Good, Better, Best って書いてあります。で、ここになく写真が、ね、あります。そしてもう一枚は白ですね。白でこうやってここはちょっと光るんですね。このまあここでは見えないんですけど、シルバーですね。ここはこうやってこういう感じです。後ろはもう何もないです。はい、これです。まあ、ダビはね、結構シンプルな服を買うんですね。まあ皆さんも多分ね、もう気づいたかもしれないけど、ダビの多くの T シャツは全部白であったり、これも真っ白であったり、全部黒であったり、結構 H&M が、にね、結構ダビのサイズでちょうどいいやつがあるので、H&M で、まあさっきも言ったように H&M ね、結構買ったりします。どうでしたか皆さん、今日の Vlog。もしよかったなら、ぜひ LIKE ボタンを押してください。そして、クリスティンはあちらにいるので、行ってきましょうか。行ってきましょう。皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。なんかちょっと複雑なブログだったんですけれども、ぜひ次のクリステンの動画もいっぱい見てください。次のクリステンの動画でも出ると思うんですけど、アナウンスがあるのでぜひチェックしてください。それではまたね、バイ。